こんにちは。本日なんですけど、ポケットモンスターブリリアンダイヤモンドシャイニングパール前回の続きからやっていきたいなと思います。よかったらね、チャンネル登録、高評価お願いします。またね、僕、ツイッター、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下概要欄にリンク載せておきますので、フォローよろしくお願いします。ということで、今日なんですけども、こちら、電眼山やってきましたよ、ついに。これ、バッチ7個と電眼山来たってことで、ついにね、ボスとの最終決戦に挑むっていう瞬間なんですけど、なんか、この電眼山なんか多分珍しいポケモンもちょっと出てくるんじゃないかってことで、いろいろ、ちょっと、やらせていただいております。あられ降ってる。なんかこれ絶対なんかあるよね。あ、マンタの薬ね。なんかやっぱ電眼山すごい寒そうっすね。こっち行きましょう。あ、これ滝登り持ってないんですよね、今。残念ながら。ちょっと待って、滝登りが乗れないっていうね。つくね。ちょっと逃げよう。あ、ちょっとすいません、ちょっとゴールドスプレー使います。ちょっと、はい、ゴールドスプレー使う。お、金の玉ゲットした。いいね。でもなんかもう頂上に近づいてきてる感もあるよね。普通に。ちょっと待ってよ。これもしかしたら、もしかしてなんですけど、こっちパターン？あ、でも行き止まりか。行けへんのか。滝登り使いたいんだけどな。めっちゃ寒そう。ちょっと待って、ここ多分行き止まりとかなんか言うんじゃない。もう遅い。お前のような子供が頑張っても無駄さ。ちょっと待って、こっち行ったらどうなるの？元気の塊か。何これ。あ、こっち207番道路に来るんか。ということはどういうことだ。
ちなみの2が正解だったのかな。お、目覚めしいね。ちょっと待って、これセーブしよう一旦。ああ、間違えた。多分ここでやってると思うんですよね。多分上に行くのが合ってる正解だと思うんですよ、シンプルに。よし、ここや、絶対ここや。めっちゃ寒そうやな。ここやろ。お、来たんじゃないっすか。これも来たやろ。お、結構意外と言うけど、我々の時代です。我々の時代だけど、我々の時代を出してるポケモン始めないんだよ。なんなんだこいつは。銀河団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。
三年後の。さあ、よし、倒した。いいね。銀河団の下っ端との勝負に勝った。お前一人頑張っても銀河団もう止められない？そんなことさせない。銀河団は強い、強いやつに逆らうのはバカにしてるってことだろう。でもなんか銀河団のね、なんかもう、なんでこの髪型なのかっていう謎、誰決めたんですか。アクロバット。アクロバットかっこいいよね。火炎車。おう。時刻はいらないな。でもなんかこうやって見たらだいぶ強くなってきますね。切り裂くいいね。どうたくん。さあ銀河団の下っ端の勝負に勝ったぞ。おお、これもう来てるんじゃない？ちょっとセーブ。もうほぼ頂上に来てるよね。しょ。使います。不思議な雨。これロッククライム使えってこと？小さなキノコ、いいね。ここね。お！せっかくボスがてっぺんで勝負してるのに、ここで邪魔者、なぜか天使さんが早めにやめてって。ねえ、ボスがすごいことっていうのは。気になるな。でもなんかボスがやるすごいことって何やねん、ほんまに。
ふざけんなお前ら。よっしゃさらにテンション下がった。だいたいこの展開が悔しくて長くてしんどいの。長すぎますね、確かに。銀河団すべてを奪う。お前一人追いかけてきても役に立つ意味がないぜ、みたいな。ちょっと待ってよ、うん、タウンスやな、こいつら。落ちてきた。ひょっとしてボスはすべて俺たちを見せて一人占めするつもりか。あ、これももうこれ多分ね来たんじゃない。まだ下っ端が来るっていう。銀河団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。なんかええね。もう。インファイト。いや、いいね。銀河団の下っ端との勝負に勝った。いいね。いいんじゃない？あなたたちを止められなかったボス全て捨てられるね。お、ちょっと来たよ、ついに来ました。皆さんこちら見てください。あのこれからすごいことが起きるらしい。邪魔をするなと言っても邪魔をするなんだ。だから我々二人でから迷いつけることにする。いやー、やっと来たな。
やっときましたよ。さあ、相手のグルクが倒れた。いいのに。おにゃるまだしてきたのか。おっしゃ、めっちゃ上がっていくな。いいんじゃない。下っ端ってめっちゃ弱いな、やっぱり。来ました。回復させていいかもしれんけどな。おい、これめっちゃかっこいいやん、これ。セーブしよう。ちょっと待って、これちょっと、すいません、回復させてください、僕。多分、僕ちょっと回復させるんで、一回、ちょっと話す。あ、ちょっと待ってね。これちょっとやっぱ一旦切ります。多分このままやとバトル始まるんで、ポケットモンスターたちがね、結構 PP とか削られてる状態なんでね、次回、また、仕切り直しでね、やっていきたいなと思います。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらね、僕 Twitter、インスタ、TikTok もやってるんでね、動画下概要欄、フォローしてください。では、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。では、じゃあね。